久しぶりにタワプロ8でもやってみるか。やはりタワプロ8と言ったらセントラルタワーだよな。伝説最強と戦って神高を倒したいぞ。ということで皆さんこんにちは。経理担当の六道ひじりだ。本日はどうもよろしく頼むぞ。ところで皆さんは伝説最強のオーダーを見たことはあるか？あれは歴代最強の OB が集合した伝説のチームなんだ。選ばれるだけすごいぞ。お客さんか？どうぞ入ってくれ。どうも、パピヨンだ。伝説最強のシリーズ全部俺になりそうだけど大丈夫か？安心しろ。再生数が伸びなかったらすぐ切られる。それで相談ってなんだ？今回は伝説最強に選ばれた選手を紹介してほしい。了解だ。それじゃあ開始。それではこれからパワプロ8伝説最強に選出された選手を紹介させていただく。さすがに全員紹介となると辛いので、今回は4名ほど紹介させていただくぞ。まずはパワプロ8の伝説最強について簡単に説明させていただく。パワプロ8の伝説最強とはサクセスのセントラルタワー戦で2回目に戦うチーム。サクセス内の裏ボスという立ち位置で、このチームに負けた瞬間ゲームオーバーになってしまうぞ。なんでゲームオーバーになるんだ？パワプロ8は島が舞台であり、その島を歩き回りスタンプを集めてプロ入りするというのが目標。その島で真ん中にそびえ立つタワー、セントラルタワーに行くと、神高という人物が野球選手のデータを元にアンドロイドを作り出し、プロ野球界へ送り込むというとんでもない野望を持っているんだ。そんな神高は自分たちの最強チームに敗北したら主人公たちを一生奴隷にする。つまり負けてしまうことはデータの材料になる。死を連想させるようなエンドになるんだ。マジかよ。野球選手のデータをアンドロイドに組み込んで戦ってそれをプロ野球界に送り込むとか、野球を侮辱するのもいい加減にしろ。その時に戦うチームが神高の用意した伝説最強というチーム。全員アンドロイドで顔色が普通のパワプロ君と違って水色になっている。それじゃあその伝説最強チームのオーダーを見ていこう。こちらだ。決定版、開幕版で違いはあるものの小学生が考えたようなドリームチームが出来上がっている。しかもこのチームは全員全盛期の能力になっているので、1番から8番まで全員ホームランバッター。投手は先発、中継ぎ、抑えが最低2点台になっている。こんなチームに勝てるわけねえだろ。ということを踏まえて、今回はこの中から4名を紹介させていただく。まずは伝説最強先発の稲尾和久選手。パワプロ8の稲尾選手は1958年のデータを参考に作られている。球速 147AA、H スライダー6、シュート2。キレ、ピンチ、リリース、重い球がついているな。基本的にスライダーは打てないからデッドボール、見送りがおすすめだ。それじゃあ1958年の活躍を見ていくぞ。1958年には33勝で2リーグ制後初の2年連続 MVP を獲得。読売ジャイアンツと対戦した日本シリーズでは、第1戦を稲尾で落とし、第2戦も敗戦。3戦目も敗れ3連敗となったが、第4戦勝利、そして第5戦目に4回表からリリーフ登板すると、シリーズ史上初となるサヨナラ本塁打を自らのバットで放ち勝利投手となった。そして舞台を再び後楽園球場に移しての第6、7戦では2日連続での完投勝利で、西鉄が逆転日本一を成し遂げた。稲尾さんは日本シリーズで7試合中6試合に登板し、4完投。優勝時の地元新聞には神様、仏様、稲尾様の見出しが大きく掲載されたな。当時の監督である三原さんも、この年は3連敗した時点で負けを覚悟していた。それで誰を投げさせれば選手やファンが納得してくれるかを考えると、稲尾しかいなかった。というコメントを残している。その後三原さんは自分の都合で君に4連投を敷いて申し訳ないものだと話したが、稲尾さんは当時は投げられるだけで嬉しかったと答えている。野球を純粋に楽しみ4連投をし勝利をつかむ。不屈のスタミナと勝利に飢えた根性。これは神高がアンドロイドに選んだ理由もわかるな。しかもその翌年には3年連続30勝を記録、1961年には42勝とかいう意味わからん記録まで残しているからな。今じゃこんなこと絶対ありえないが、これをやってのけるのがすごすぎるよな。続いて伝説最強1番バッター、高橋義彦選手だ。高橋選手の能力はミートから CBABB という能力。特殊能力に盗塁、内野安打がついている。こちらは1983年の能力が反映されているな。
高橋選手はスイッチヒッターとして打率3割を5度、20本塁打以上を4度記録し、33試合連続安打という日本記録まで樹立したこともある実力者だ。彼の活躍により日本球界にスイッチヒッターの有効性が知れ渡ることとなり、後進に計り知れない影響を及ぼしたと言っても過言ではない。そんな高橋選手は1983年に広島から臨時コーチに来ていた山内氏のレベルスイングを取り入れ本塁打20本台へ増加。しかしフォーム改造により打率が下がり三振数もアップしたことが語られている。確かに成績を見ると後半三振数が増えている気がするね。それでも盗塁70という異次元の記録を持っているからな。これはすさまじいスピードを誇っていたと思うぞ。打てて走れて守備面も強い。理想の遊撃手ってところだね。続いて伝説最強2番バッターの張本勲さんだ。今だと勝の人といえば伝わるな。結構はっきりと言うから賛否両論ある人なんだよな。そんな張本さんの能力はこんな感じ。ABBC、阿部比、広角、流し打ち、チャンス、安定感。という感じで守備面は本当かという感じだが、非常に強い能力だな。そんな張本さんは1970年代の成績が考慮されている。張本さんは日本プロ野球初の3000安打達成者で、通算安打の日本記録保持者。また NPB 唯一の500本塁打300盗塁達成者。さらに史上最多の16度のシーズン打率3割、史上最長の9年連続打率3割の記録保持者でもある。そんな張本さんの1970年の成績を見ていくぞ。先ほども説明したが打率383、本塁打34本、打点100という自己最高の成績を残す。この記録は1986年バースが更新するまで16年間日本記録となった。この頃はちょうど30歳になり首位打者ににも輝く。翌年は首位打者にならなかったが、72年、74年と再び輝き、安打製造機の異名を取ったな。なるほど。1974年に安打製造機って呼ばれることになったんだね。ああ、しかも1972年に猛打賞22回となったが、1996年にある選手によって記録更新された。それってもしかして。そうだ、イチロー選手だ。まあそのイチロー選手も秋山、西岡の27回に越されているが、上には上がいるということだな。と、途中から別の選手の話題になってしまったが、この頃の張本さんが2番ってありえないくらい他がすごいってことか。最後にカミソリシュート。平松正治選手だ。平松選手は伝説最強戦で稲尾選手が降板した後に登板することが多い。カミソリシュートは意味のわからないキレをしているので打てない。だから直球や他の変化球を狙うことが大切だな。そんな平松選手の能力はこんな感じ。149キロ BA、スライダー2、カーブ1、カミソリシュート7。キレ、回復、変化球中心という敵対時には最悪の特殊能力を持っている。そんな平松選手は1970年の活躍が能力に反映されている。この頃の平松選手は1969年に14勝、1970年に25勝を挙げ最多勝利、沢村賞を獲得。さらにセリーグ最優秀投手、ベストナインにも選出された。しかしその後の調子を崩してガラスのエースと呼ばれてしまったが、巨人キラーとして活躍し、シュートボールはカミソリシュートと呼ばれ、数多くの右打者のバットを根元からへし折った。全盛期の頃はど真ん中のボールが右打者の体に当たるくらいまで変化したとまで言われているな。嘘だろ。ちなみに投手だが打者に憧れていたことも語っており、投手では歴代4位の通算25本塁打を記録したぞ。確かにパワプロ8をやった時すごい変化だったからね。そりゃ伝説最強に選ばれるか。以上が今回紹介した伝説最強だ。また別の機会に他の選手も紹介していこうと思うからぜひ見てくれ。了解です。ではまとめ。今回紹介した選手は先発稲尾和久、1番バッター高橋義彦、2番バッター張本勲、リリーフ平松正治。まだまだ他に選手がいるが、好評だったら続けていこうと思うぞ。なるほど。プロ野球選手もパワプロのサクセスに絡んでくる時があったんだね。しかもパワプロ8で裏ボスを務めた選手たちだからな。インパクトはめちゃくちゃあるぞ。しかしパワプロ8は2001年発売の作品か。そう思うとなんだか懐かしい気持ちになるな。懐かしいって。お前は出てないだろ。今度は私の登場したパワプロ13関連の動画を作っていただけると嬉しい。期待しているぞホムドレ。
ということで今回はこの辺で終了させていただく。それじゃあ、さよならだ。